タウムコサイキンは2008年に提案されたコサイキンの門である。コサイキンではあるが極限環境微生物としての性格は薄く、16S、ルナクローンによる分布は海洋、土壌が中心である。門名はギリシア語のシータアルファー、ミューアルファーに由来する。しばらくは論文での使用数も限られていたが、2010年頃から使用例が増加している。 系統的には、有利古細菌よりもクレン古細菌に近縁とされており、以前は、クレンアーキオータに含められていた。また、クレン古細菌に近いことから、エオサイト説に基づく研究もされている。新核生物がこの系統から派生したという仮説があり、タウム古細菌や、近縁マコールディアルケウムサブタレーニウムなどからは、ユビキチンや、チューブリンなどの報告がある。 その後多数のクレンコ細菌やタウムコ細菌に禁煙な系統が多数発見されたことからこれらが整理され2018年現在ではクレンコ細菌に禁煙なタック縄文の一部であるとみなされている1996年に海面から発見されたキャンディレート社スシーイナーキアムシンビオサムが最初の発見例である 当初は 16S ルナ配列の類似から海洋性、クレンコ細菌と呼ばれた。16S ルナの存在量から、環境中にかなり存在するらしいことが分かったが、研究は進まず謎に包まれていた。2005年、アショウ酸菌であるナイトラソピューマラスマリティムスが、水族館から分離され、研究が一気に進んだ。2006年、CA、シーナーキアムシンビオサムの 全ゲノムが解読され、これを受けて2008年に、新聞が提唱された。2010年には、ナイトラソピューマラスマリティムスの、全ゲノムも解読され、比較されている。正式に記載されている種は長く存在しなかったが、2014年に、ナイトラソスファラビオネンシスが記載されて、以降増加しており、現在は、ナイトラソピューマラスマリティムスを含め、8種となっている。 分布は海洋や土壌、温泉が中心、特に深海では全原核生物の数十パーセントを占めると考えられる。他の古細菌群と比較した場合、かなり温和な環境に分布することが特徴であり、深海に生息するものを除けば極限環境、微生物としての性格は薄い。事実。 N ビオネンシス、N マリティムス、ナイトラソピューマラスコバルミニジーンズ、ナイトラソピューマラスオキシコライニー、ナイトラソピューマラスユリアフィルス、ニトロサールケウムコレーンセの最適増殖温度は、それぞれ摂氏42度、摂氏32度、摂氏25度、摂氏25度、摂氏26度、摂氏25度であり、クレンコ細菌が65摂氏106度の範囲にある。 ことを考えると極めて低い。ただし、ミキサイの高熱性アショウ酸菌キャンディデートシャス、ナイトラソコレダスなど、高温を好むものもいるようである。この6種はすべて高気独立栄養性のアショウ酸菌である。CA、シーナーキアムシンビオサムもゲノム情報からアショウ酸菌の可能性が高いとされる。分離源は n ビオネンシスが、 ウィーンの土壌、N マリティムスが熱帯魚水槽、N コバルミニジーンズが、水深50メートルの海水、N オキシコライニーが、水深17メートルの海水、N ユーリアフィルスが、海岸近くの堆積物、N コレーンセが、農業土壌となっている。これら硝酸菌の分布は、アンモニアモノオキシゲナーゼのクローン解析から、ある程度推定することができる。 コサイキン型アンモニアモノオキシゲナーゼは、細菌型アンモニアモノオキシゲナーゼの存在量を数桁上回り、タウムコサイキンがアンモニアの酸化で中心的な働きを担うことが示唆されている。アショウ酸菌の活動は、アンモニアをアショウ酸に酸化するプロセスや、二酸化炭素を有機物に固定するプロセスにおいて特に重要である。窒素、炭素循環をはじめとした。 地球上の物質循環に重要な役割を果たしている可能性もある。2015年には植物プランクトンにとって重要な保因子である海洋のビタミン B12 生産の大部分をタウムコ細菌が担うと報告された。一方でアショウ酸生成菌以外の報告は少なく、イオウ酸化ガンマプロテオバクテリアと共生する CAA。CA ギガントハウマカルケレンセなど限られる。この種は発見された、古細菌の中では桁違いに大きく、単直径で10マイクロメートルを超え、さらに、それらが集合したフィラメントは30ミリメートルにも及び、この表面をガンマプロテオバクテリアがびっしりと覆っている。2019年には、硫黄または鉄を還元して、従属栄養的に増殖する。 コネクショイスパイラカリダが報告された。水素や一酸化炭素を酸化して、独立栄養的に増殖すると予想されている。c a コールディアルケウムサブタレーニウムも、独立の門とみなすことも、ある一方で、タウムコ細菌に含むこともある。よく調べられている他のコ細菌2門と比較した場合、クレンコ細菌によりの特徴を持っている。調べられた限りでは、 クレンアーキオールを持ち、またクレンコ細菌及び、深刻生物に特有と考えられた5つの R、タンパクやエスクとタンパク質の遺伝子を所持している。16S ルナ系統解析でもクレンコ細菌に、近接する傾向がある。クレンコ細菌と異なる点としては、ヒストンホモログ、d ファミリー DNA 複製酵素、タイプ I ビートポイソメラーゼ、FTSZ などがある。 指摘性育温度もクレンコ細菌が普通70、摂氏110度なのに対し、タウムコ細菌は10摂氏50度程度とかなり低くなっている。ありがとうございます。